茂木かなの勝ち組ダイアリー。おはようございます、パチスロ秘書ガイドの茂木かなです。今日はですね、渋谷にございますエスパス渋谷駅前進化さんに来ております。今日はですね、勝ちスロダイアリー4回目ということで、そろそろ積もりたいし、まあ、勝利はもちろん今日も頑張りたいと思います。それではですね、前日に考えた部位があるので、先にそちらの方をどうぞ。はい、こんばんは。明日はですね、渋谷にございますエスパス渋谷駅前新館さんに実践しに行きたいと思います。それではですね、いつも通り37コンパスで抽選の予約をしたいと思います。結構枠が多くなってて、明日も777人枠なので、まあ多分大丈夫かと思われます。まあ明日の作戦について話していこうと思うんですけれど、まあでも結構ここのホールさんは多分知ってる人も多いんじゃないかと思ってて、一応その明日行くのは駅前新館さんなんですけれど、一応隣にスロカンもあって、でその隣に本館もあって、もう3店舗がね密集しているので、もうかなり、まあ、目立つところでもありますし、まあ、実際自分も何回か行ったことがある店舗さんなので、なんかちょっと嬉しい気持ちでもあるんですけど、一応その通ってた時期がちょっと前なので、まあ、考えていこうと思うのですが、まあ、まずはね、オス番長3が34台で、ちょっと寝台の方はちょっと一旦スルーしまして、あとはマイジャグラー4とマイジャグラー3がね、もうかなり台数的にも多くて、4が43台で3が34台で、かなり台数的にはほぼほぼこの3台機種が占めているのかなと思います。1ヶ月前のデータなりを見たところ、まあ、やっぱりね、そのオス番長3がかなり強いのかと思いました。で、まあ、マイジャグラーも、まあ、かなり、まあ、全台系ではないんですけれど、まあ、これだけね、台数もあるので、ピンポイントで、ちょこちょこ、うさげな台があるので、まあ、明日も、何かしら、どこかしらに、まあ、高設定はあると思っています。で、まあもちろんね、番号次第なところではあるんですけれど、両番だったら番長3一択でいいかなと思います。で、ダメであれば、このマイジャグラー系、あとはジャグラー、他のね、まあ、ファンキージャグラーも20台だったり、ゴーゴージャグラーが15台あったりするので、まあ、ジャグラー系を掘ってもいいのかなと思います。一応、まあ、番長3の他にも、まあ、高設定が入っているであろう台がちょこちょこあるんですけれど、そこまでね、目星がつけられないと言いますか、なんか、そんなに機種かぶりがなくて、その、まあ、共通点が見つけられなかったので、そっちを行くぐらいなら、まあ、設定をね、毎回使っているであろう、まあ、ジャグラー系に行くのが勝利かなと思いました。なので、どちらか攻められたらいいなと思います。まあね、最近4番が全く引けてないし、一応この勝ち組ダイアリー4回目ということで、まだ未だにね、こせて積もれていないので、まあ明日は積もるか勝利するか、まあ、どうにか頑張りたいと思います。まあ、それではね、明日の抽選の方頑張ってお願いします。もう並ばなくて大丈夫。事前のホール選びから当日の入場抽選までアプリで完結。入場抽選をアプリで簡単予約。お店に並ばなくても簡単に抽選が受けられる。エンタメ性あふれる演出で抽選を盛り上げる。バラエティ豊かなカットインを搭載。おなじみのあのキャラが出るとこっそり楽しむもよし、みんなでワイワイ楽しむもよし。本人認証システムを搭載し、不正な多重抽選を防止。誰もが安心して受けられる抽選の実現を目指す。その他、みんなが注目しているホールが分かるホール口コミ機能など、勝ちたい人の必携アイテム37コンパスをゲットしよう。
では抽選します。そろそろ700人で、前回の7も726名様いらっしゃったので、それくらいはいるかなと。とりあえず右の一桁からいきます。挟もうかな。えい待って、314番と一応スロットが402台なので、まあスロットは座れるけど、またいつも通りのちょっとダメな番号なので、ちょっと立ち回りまた考えたいと思います。314番なんで、早まったとしても、まあ、見るは見るけど、もう多分もう番長すりゃ無理、ほぼ無理なんで、ってなったら一応ジャグラー行こうと思ったんですけど、そうですね、ジャグラーのマイジャグ3かマイジャグ4行こうと思ってたんですけど、それもちょっと怪しくなってきて、結構そのピンポイントだったり島とかで入ってたりするデータが前回前々回もあったんで、あ、見ました見ました、はい、もう結構6かは分かんないですけど、やっぱり4以上っぽい台のまとまりとか、まあ、1個だけピンポイントで入ってたりするのがあったんで、全然狙えるし、まあ、4でも全然打てるかなと思うんですけど、314番だから100前後だったらって全然行こうと思ったんですけど、だからまあ別に前じゃなくても、まあ、ジャグラーシリーズから朝は行ってもいいかなと。そうなんですよね、結構本館とスロ館に流れてくれる可能性も考慮して、まあ、ワンチャン200番ぐらいにはなりそうっちゃなりそうなんですけど、200番になったところでみたいな、ちょっと難しいのかな、まあ、できれば、まあ、空いてる台でなおかつ設定入りそうで割の高い台に朝は、まあ、攻めてもいいかなと。とりあえずまずダブル抽選します。コンパスでダブル抽選して、まあ、いい方に行くんですけど、両方ともダメだったら、まあ、一応入って空き台見てなければ移動しちゃっても全然、というか移動しちゃいますね。とりあえず入るは入るけど314だもんな。どれぐらい減るか結構人集まってきたからな。はい、とりあえずジャグはかなり視野に入れようかなと。一応2階にその番長3とか絆2とマイジャグラーもう結構密集してるんで、2階でどうにか。そうですね、そうですね、それこそゴージャグとかに関しては別に夜でも別に他の日でも全然積もれる可能性が高いんで、ファンキーとかだとやっぱり粘られちゃう、開かなかったり、まあ、ファンキーめちゃめちゃ荒いんですけど荒すぎるねまあそうですね、2階のぐるぐるしながら、うん、結構もう両番で取られるし、なかなか飽きづらいってとこもあるし、特にここ設定使ってるのでそれもあるかなと。はい、再生レースの方始まったんですけれど、結構ね抜け番の方がいらっしゃって、結局繰り上がりました。繰り上がって122番になって、でさらに再生列始まって、かなりちょこちょこ抜け番が見受けられるので、もしかしたら2桁番もあるかもしれないので、ちょっとまた予定を変更しようと思います。とりあえず中入ってまた決めたいと思います。番長3は、え、いや空いてるな、え なんと番長3通れました。ちょっとびっくりしました。一応ですね、6島あるんですけれど、ここの
隣の隣のところが、まあ寝台で増大されたところ、まあ、そこはもちろん埋まっていて、まあ、入り口入ったところの、まあ、鏡と轟の対決パネル、まあそこも埋まってて、で、122番で入場して、多分おそらく100番なり90番ぐらいなんですけど、なぜかね、ミサオパネルが人気ないと。で、こっちに4台ミサオパネルと、まあ、6台、だから10台ミサオパネルがあって、まだ隣も隣も空き台で、あ、今埋まったかな、今ちょうど埋まって、10台中まだ回転して15分ぐらい経つんですけど、まだ3台が空き台なので、そこはちょっと気になる点ですね。で、まあ、朝一でまだ打たないでぐるぐる回ったんですけど、お客さんの、まあ、動きとしては、まあ、もう見える範囲の番長3と、増大されたところ、あと鏡ですね、鏡もそこ埋まってました。で、前3と前4なんですけど、前4の方が人気があるみたいで、前4は、ね、埋まってるんですけど、前3は埋まってなくて、だからもしかしたら4の方が力入れてるのかもしれないです。で、まあ、とりあえず朝の動きはこんな感じ。まあ、気になるところといえば、一応自分の島の一番右角が朝一通常番長ボーナス引いたので、まあ、自分の島だとやっぱ嬉しいです。やっぱ全体系だったり塊でピンポイントでも入っているので、ちょっとワクワクしながら回したいと思います。番長3はあんまり得意機種ではないですけど、積まれるようにね打っていきたいと思います。なんとね、やっぱね、魔法少女マドカマギカ2と番長3は、まあ、その今後メインにとなる機種だと思うんですけど、その2個はね、やっぱ一筋縄じゃ判別できないというか、やっぱり時間は要するし、個人的には番長3本当に苦手。さあ、ということで2枚目11本目の年、なかなかやれない展開これやってると、まあ、6でもね、あまり2回とかやっちゃうんだろうな。とりあえず、まあ、早めにやってには入れたいし、うかうかしてると普通にもう朝からリセット天井1、2番いっちゃいそう。もう51ベルだし、まあ、ただ展開が悪くても、まあ、自分の島が調子いいと、まあ、粘る理由にはなるかなと。まあ、その押し引きは難しいですけど、まあ、全体系をやってるお店なのはもう知っているので、まあ、できるだけ食らいつきたいと思います。はい、61ベル、まあ、おそらくベルの高いところまで行ったのでリセット濃厚かなと思います。それでは対決、早いよな、引くのがいつも大相撲マジで強すぎる。一応3ゲーム長いよね強いんだな、まあ、ひとまずリセットっぽいので、いや、別に全然だからどうってことはないんですけど、まあ一応その沖縄が59ゲームなんで、最終部に連れてかれるよりかはまだマシ。どうなんだろう、ここの店がそのなんかこうを使うホールさんっていうよりかは、なんか46を入れる感じみたいなので、まあ、でも個人的には全然5でも積もれるのであれば OK かなと思ってますね。そうですね、キスこければやめてもいいというか、やめたいかな。はいはいはい、725ゲームさあ、八丁めんこ、
対決中にしけてはいるんだけど。さあ17ゲーム超えたんで当たってるか今日対決か。さあOK、 よかった、やっと当たってくれた。今日対決じゃないので OK。 はあ、753ゲーム、はい、なんと初当たりです。22本、753ゲームでの当選です。長かった、長い長い。一応、私の右の台が、まあ、ART 終わってから引き戻しているので、まあ、まだ期待できるのかなと、まあ、一番右の台も通常番長ボーナス引いてますし、まだいけるかな。まあ、粘る理由にはなるけれど、ちょっと不安。いやー、行ってほしい。さあ、特に上乗せもできず、1日目終了と。あとは、継続してくれるかどうか。いやー、あー、これはなさそう、さすがに。いやー、痛恨の断髪。はい、89枚、通常画面と。はい、開店から1時間半経って、私のこのミサオパネルの6台島なんですけど、隣の右の台の、通常ボーナスを引いたので、今のところ6分の3が1時間半以内に、まあ、3回 と。で、しかもさらに右の台に関しては、引き戻しもあるので、もしかしたら結構この島いいんじゃないかなと思ってます。で、増大された島に関して言うと、もう2台が空き台になっているので、全然可能性は高いので、もうこの台をそのまま打ち続けたいと思います。挙動的にはめちゃめちゃ良くなってきてる。さあ、ここで対決でございます。うわー、これはこれは倒さなきゃいけないやつ。さあ、リプレイ、リプレイ、リプレイはいらないよ。弱い。さあ、41ゲーム特訓。まあ、さっき強対決だったしね、当たってほしいけど。なんかありそうな感じはしてるんだよね、この前兆が。ああ、これはもらったっす、さすがに。さあ、対決。よしよしよし。ああ。これはもろた。これは大丈夫。はい、59ゲームいただきザーニーです。さあ、3回目のチャンスもらった。そろそろ1日目からな、ゴーダイチとか言ってくれても。うーわ、ノー J。
走る紫ナビ。いやー来たよー、今日やっとやっと見せ場。さあ対決、ここ超大事。よしやりました。ありがとうございます。よかった、これ絶頂あるんじゃない。どうなんだろう。あ、白だ白だけど、あーダメか。めっちゃ期待した今。赤7でございます、まあ、確定対決か、まあ、天国かどちらかと。確定対決っぽいような気もするけど、さあカオル先生で紹介したいと思います。ちょうど私の右2ですね、右2がなんと2回目の通常ボーナス。これはかなり、まあ、もちろんその台がね強いのは間違いないんですけれども、まあ、1回はあったとしても2回目で島で3台、いやーこれは悪くはない。さあもう1回1日目、島のね挙動がかなりいいので私も何かしら要素が欲しい。さあ対決、いやー来た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 、やらなきゃいけないやつ。よし MB、 あー音鳴らない、いいゲーム目の目で。よし、だか寝る以上オッケーオッケーオッケー、はい、本日初の回せ、しかも黄色。やっとだよ、うわー行ったよ行ったよ、もう大事、出玉伸ばすチャンスでもあるし、このボーナス本当に欲しい。さあ対決です。さあ誰、メンコがいい、バドミントン、ああ白がっていい、やれず大チャンス生かせず、さすがにジャック対決の2ゲーム完結は厳しい。ベル1回引いたけど間に合わなかったかな、ストックできず、自力では無理と。はい、509枚と確定の番長ボーナスぐらいしかやれてないですね、もう。まあしょうがない、ここも切り替えていこう。でも、まあ、順調にね島も良くなってくるし、まあ、この台もね、まあ、別に設定席にはあれですけど、あの球もちょっとついたところで
投資に手がかからないんでね、まあまあこのまま引き続き打ちたいと思います。今1時前で3時間ぐらい経って、まあ私の島に関して言えば、まあ、見ているので、あれから状況変わらずですが、まあ状況は良さげ。まあ、ここの島もね、パッと見の印象ですが強そうかなと。まあ自分の台でもね、その満潮ボーナスなり引き戻しなり形になっているので、まあこっちの方でもいい挙動なんじゃないかなと思います。だからちょっとこっちの増大した方、こっち側に関して言うとちょっと微妙なのかなと。でも反対側のこっちに関してはもう6台中4台が空き台で、マイジャグ方ですが、まだ全然良さそうな台はちょこちょこ、ただ空き台もちょこちょこ目立ってると。だからピンポイントとかで使ってる可能性はありそうっちゃありそう。まあ、こっちも、まあ、ビッグ9、レギュラー5、まあ、レギュラーは弱いですけど、まあ、ビッグも引きで、まあ、あ、まあでもちょっとだけ弱いかな、まあ、でも全然まだ上の可能性もあると。でマイ3に関しては結構お客さん飛んじゃいましたね。もう両面あるんですけど半分以上はもうやめられてれる感じですかね。絆2はね、朝一全然ガラガラで、ほんとさっきぐらいにだいぶ客ついたのかな、15台かなあって2台とかしか稼働しなかったんで、こういう日に絆2に座んないってことは、まあ普段もやっぱり使ってないのかなって思っちゃうし、ただ挙動は悪くないかなっていう部分、ここの稼働2とかに関してはいいシナリオが出てたりしてたので、で天井も行ってないしコンスタントに、まあ、BC から AT つながってると、まあ、今の現状で言うと、まあ、結構いいのかなと。自分のミサノパネルの島と入り口の対決パネルに関して言えば、まだまだ推測要素、ね、時間かけて推測していきたいし、もしかしたら構成点も全然あるかなと思うので、まあ、引き続き、まあ、時間が許す限り打ちたいと思います。対決でございます。来たメンコだし MB だし、これはモロタ、なんで白なんだよ。でもこれは大丈夫。よし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 、174ゲーム、あーよかった、1ゲームのベルが効いた気がする。結構初当たりは、まあ、最初はハマったんですけど、ちょこちょこそんなに深くないんですよね。7回目の初当たりも持ち込みでなんとかたどり着いたんです。やばいわ、結構心がやられてるから。もう何度も言うけど、ここで飛ばす。さあ、参っていきます。7回目の初当たり、ふぅよし、
やりました、やりました、1個ストック。今の外したらもう本当に終わった。はい、174枚2日終了です。あー、つれーや。いやー、結構しんどい、この展開は。つらい。ということで、一応ね、7ベル抜けてしまったので、まあ、一旦ね、時間が来てしまったのもあったので、この台はやめるんですけど、まあ、周りの台見て、まあ、エンディング迎えたいと思います。で、一応その後は、まだちょっとだけ気になるので、まあ、カメラなしにはなりますが、ちょっと納得いくまで回して、まあ、経過、また夜のね、振り返りなので、いろいろ話したいと思いますので、実戦の方はここで終了となります。はい、実戦終了でございます。お疲れ様でした。はい、見ている方はもう知っていると思うんですけど、まず最初に自分の結果からいきたいと思います。朝一ね、番号ダメだったんですけど、番長3行けて、まあ、ミサオパネル行ったんですけれど、朝一から、まあ、26本投手がかかり、そこから結構初当たりがね、ポン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 と当たってくれたのは良かったんですけど、対決やれなさすぎだから本当に。もうやれなさすぎというか、まあ、強対決負けるし、まあ、弱対決でも全然勝てる、いつもなら勝てるのにとか、まあ、もう悔しい思いをしまして、まあ、単発なり2連なり、本当につらかったです。で、設定的にもね、まあ、引き戻し得が2回出てきたりと、で初当たりも軽くなってきたので、また可能性はある、6の可能性もあるし、まあ、4かもしれないし、まあ内容はまだ分かりませんが、まだもうちょっとだけ粘りたいと思います。で、店の状況に関して言うと、結構全体系をやられているお店だったので、まあ、結構全体系でメインで探していたんですけれど、まあ、番長3も、まあ、絆2もジャグラーに関しても、なんかピンポイントで、まあ、いや、なんか4なり5なり、まあ、ジャグラーとかですかね、特にジャグラーなり絆2に関しては1台で、番長3も自分の島は結構挙動が良かったんで、まあ、通常番長ボーナスだったり引き戻しだったりをしているので、んー、なくはないのだけれど、最高設定はあるのかなとか4なのかなとかいろいろ考えつつ、ちょこちょこ怪しい台はあったので、今まだ2時3時とかだから、もうちょっと、まあ、5時6時ぐらいまでは一応はいるので、その、まあ、台の状況も確認しつつ、まあ、自分の台と、まあ、白黒つけたいと思います。で、またね、今日は残って、で、あと隣の店舗さんのスロ缶と本館さんの様子も気になるので、まあ、全部まとめたのをね、家でまた発表したいと思うので、またそちらの方をご覧ください。で、今日の収支としましては、今のところ26本のマイナスで、3枚でいうとマイナス1196枚となっております。まあ、この後ちょっとでも回収できるか、それとも負債を増やしてしまうのかは、また家の方でご覧ください。はい、お疲れ様です。今日の、ね、実践を終えて自宅の方に帰ってまいりました。とりあえず、今日の収支の方から発表したいと思います。エンディングでも言ったんですけれど、あの後もね、気をつけるために予測した結果、名前の方が1288枚、投資がね増えて28本になりました。で、最初の方が35枚、なので3枚的には1253枚ということで、少しねマイナスを増やす結果となりました。
まあ、簡潔に説明するとですね、あの後すぐに当たりまして、で結構対決もポコポコと当たって連チャンし、3日目でね合流格も行って、本日初のもうカメラの前で映したかと思いながら合流格も行ったんですけれど、合台でもすっかり、まあ、3連発で赤カップインを外し、いやーもう心が折れまして結局ね、その ARC では6日目まで行って604枚、獲得して、はい、その後もねちょっと裏が増えたので、まあ、続行したんですけれど、まあふとね周りを見渡したところ、まあ赤石のね数字のボーナス引いてる台が、ね、あ、自分の台は6台自分の島が6台あったんですけれど、まあ、そのうちの4台が数字のボーナス引いてて、まあ、2回引いてる台だったり、その1つが引いてる台もあったりと、うさげな表情だったんですが、その台がポコポコ開き始めたので、そこが開いちゃうと、もうね、自分の台をね、粘る理由がほぼほぼなくなってしまうし、まあ、自分の台は通常ボーナスもなく、チャンピオンもなく、まあ、その台にね、粘る理由がないので、点を振っていただきました。なので、まあ、個人的には、あって4。それ以外はもうわからない。で、他の番長3なんですけれど、35台ある中で、やっぱりね、ポコポコ、出玉が出てる台があり、そこに関しては、結構、お客さんがずっと粘られていたりして、まあ、グラフ見てもね、初当たりも軽いし、あと通常ボーナス引いているし、まあ、強、まあ、高設、まあ、4の高設定とするのであれば、高設定挙動なのかなと思いました。状況的に見て、4はあると思います。で、自分の島でも日頃設定画面が出ていたので、設定は確実に使っていたと。で、毎日だったり、毎日だったり、まあね、昼過ぎとかでも結構、ちょこちょこ、うさぎの台があったんですけれど、まあ、一日通してみて、一応3分の1は、合算が6の値。全然4でも打てる位置なので、あまりに切り次第で、結構、全然ね、わからない部分もあるので、ただ、ベースは甘いのかなというイメージでしたね。で、他の台で言うと、まあ、絆2に関して言えば、ほとんどね、あまりその後稼働がついていなかったので、見えていない部分があるのですが、まあ、ずっと言ってた稼働の台は確実にあるかなと思います。PC のね、当たりというか、まあ、AP に入る位置だったり、シナリオだったり、かなり強かったので、まあ、グラフもすごい良くて、ここはあっておかしくないかなと思います。といった感じで、まあ、先輩ルートは、結構僕はやっぱり当たりはあったので、まあ、なかなか自分がね、表示できなくて悔しい部分ではあるんですけれども、まあ、今回、エスタス渋谷の、駅前新館さんにお邪魔して、まあ、最初に抽選がもがれで、ああ、今日は誰かななんて思っていたらね、4番になり、20番になって、で、それもやっぱり、そんなに人がね、詰まっていなかったので、多分実質80番ぐらいになっていたのかなと。で、それで、狙いだった番長を打ち出し、まあ、ちょっとね、自分の味方を兼ねる人は全然いないじゃんと思って、まあ不安でもあったんですけれど、まあ、はい、そう設定挙動に包まれ、期待感がある中で、まあ、判別して、まあ、それはすごい楽しかったです。で、まあ、狙い台を取れて、まあ、積もれなかったのは、まあ、ちょっと悔しい部分もあるし、あまりにも採決やれなすぎて、あれでしたけれど、まあ、今回は、それもね、自分にかみしめて、次回に出していきたいと思います。それでは、今日一日、次回でありがとうございました。